今日は満を持してあの話題ですね。そうですね、あの半導体のお話をしたいと思います。はい、来ました半導体。もうちょっと難しいです、そもそもやっぱり。はい、ちょっともやもや経済クリアファイルなので、まあ、チャレンジしないといけない話題だと思うんですけど、ハードル高いなと思って事前に勉強結構しました。ああ、もうじゃあぜひお願いします。はい、半導体はですね、産業の米っていうふうに言われています。あの幅広い製品に欠かせない電子部品なんですよね。で、あの私たちの日常の生活から防衛産業、まあ、そういう、まあ、深く関わってる戦略物資と言われていて、あの経済安全保障上の重要性も増してます。なので、官民を挙げて開発競争を激化、まあ、している分野になっています。はい、あの半導体ってもう本当ここ最近毎日見聞きするものなんですけど、はい、私最近こうびっくりしたのはですね、普段地下鉄で通勤してるんですが、はい、電車の中に広告があったんですね、はい、でそれにあの半導体不足のためあのパスモの生産がちょっと追いつきませんみたいな話が書いてあって、ざっくり言うと、はい、もうあそんなパスモにまで半導体とかって使ってんだなっていう。そうですね、カードにも、まあ、いわゆる IC チップが乗ってるからおそらく半導体が関わってるってことですよね。はい、あの半導体ってじゃあ、まあそもそも何なんだっていう話を少しすると、電気を通す導体、まあ、半導体の導体の部分ですね、と通さない絶縁体、まあ、その中間の性質を持っていて、あの条件によって電気を通すか通さないか変えられる、そういうものです。なのであの電力の制御だとかエネルギーの変換、まあ、そういったのに不可欠になっていて、身近なところでいうともちろんスマートフォンだとか家電製品だとか、自動車とかですね、人工衛星、そんなものに使われています。はい、あの半分導体で半分絶縁体だから半導体みたいなと、まあと信じたいですけど、本当にそうかどうかはちょっと確認できてないのではっきりしませんが、次回までちょっと確認したいと思います。はい、すいません。はい、じゃあ、あの半導体ってじゃあ、あの一言で言っても、まあ、たくさん種類があってですね、こう、まあ、一般的なあの新聞の記事を読むときは半導体って言葉しか出てこないんですが、例えば日本経済新聞だとかあの経済の専門の雑誌ですね、そういったのを読むともう少し詳しいものが出てきます。うん、なので少しそれをご紹介すると、あのデータの記憶に使うのはメモリー半導体っていうふうに言われます。あと高度な計算、まあ電子機器のこう頭脳みたいなものですね、そういった役割をするのはロジック半導体、あと電力制御に使うのはパワー半導体、まあ、そんな名前で呼ばれています。であと、まあ、身近なところで言うとデジタルカメラですね、デジカメで光を感知するイメージセンサーっていうものも記事によく登場するんですけど、このイメージセンサーも半導体の一種ですね。であの半導体っていうのはこうウェハーって呼ばれている基板があるんですけど、その上にこう電子回路を形成して、で細かいチップに切ってこう樹脂のパッケージに収めて製造していきます。なるほど。で今じゃあその半導体の市場がどのぐらいあるのかっていうお話をちょっとすると、半導体の主要メーカーで作るその世界半導体市場統計っていうのがあるんですが、それが今年の6月に発表した予測、それを見てみると半導体の市場規模っていうのは2025年には24年と比べて 12.5% 増えて6873億ドルになる、まあ、日本円でいうと100兆円、そういうレベルで過去最高を更新する見通しになっています。もうそれぐらいのこう規模の産業なのに1割も需要伸びるんですね。もう今あのやっぱりその市場規模が拡大している理由っていうのは、まあ、これもよく最近お気になると思いますけど、生成 AI って言葉がありますよね、はい、それのまあ人工知能の需要が高まっている、それが挙げられると思います。うん、であの AI っていうのはこうコンピューターシステムがこう人間のような知能を持つことを目指した、まあ、技術全般を指してますけど、その通常の AI っていうのは機械学習を用いてデータを学習してパターンを見つけ出す、まあ、そういう技術なんですが、あの、まあ、例えばですね、画像の認識だとか音声認識みたいなものに使われています。うん、でそれに対して今よく盛んにこうニュースで出てくる生成 AI っていうのはですね、例えば要約した文章とかあと会話、まあ、そういうものを文字起こししたりとか、あと画像だとか動画みたいなコンテンツを作り出したりすることができます。
なので、従来のこう一般的な AI ではできなかった、本来こう人間がやるようなそういうコンテンツの生成ができてしまう、そういう特徴があります。はい、文章だとよく聞くのがチャット GPT だとか、はい、画像だとステーブルディフュージョンとか、はい、僕もチャット GPT はよく使いますし、ここ 1,2 年ですね、こうどれくらいの人が使ってたか、周りも含めて、はい、っていうのを考えると、需要の伸びっていうのは分かりやすいというか、そうですね。であともう一つ、その需要が伸びている理由に挙げられているのが、データセンターの活用が増えているっていうことが挙げられます。そのデータセンターって、じゃあ何なんだっていうと、企業が利用しているこのサーバーとかですね、ネットワークの機器、そういった IT の機器を収容する施設のことを言います。でこのじゃあデータセンターなんで増えるのっていうと、これもまた最近よく聞く言葉だと思いますけど、クラウドサービスっていうのが伸びてるからですね。はい、でクラウドサービスでよくクラウドコンピューティング、それを略してるんですけど、そのどんなものなのかっていうと、分かりやすいところで言うと会計のシステムとかですね、スケジュールの共有とか、営業支援のシステムとか、そういったものをインターネット経由で利用する、そういうものです。でも今、我々の会社もそうですけど、企業の活動にはもう欠かせないものになっています。でじゃあなんでそのクラウドっていうのって横田さんご存知ですか？なんかよくアプリのアイコンだと雲の形になってるから、雲っぽいんだろうなみたいな。そうですね。よくその IT の業界で言うとですね、そのシステムの構成図をこう書くときに、こうネットワークの先にあるソフトウェアだとかハードウェアみたいなものをまとめて、こう雲のような形で書き表すこう、習慣というか慣習があったんですよね。なのでそれが理由になってます。なるほど。じゃあ半導体って、どうなれば性能が上がっていくのっていう話に少し変わるとですね、はい、これは、電子回路が細かくなればなるほど、計算を担う、素子の数が増えて高性能になると言われています。あと、消費電力も少なくなります。うん、で、もう回線のですね、回路の線幅がですね、もう今、数ナノメートルっていうレベルです。ナノがまず分かんないです。はい、ナノは10億分の1なので、1メートルの10億分の1の幅の回路線幅だ。って話ですね。もうちょっと見えない、もう見えないレベルですね。一言で言うともう見えないレベルだと思います。そういうものになってきてて、でこう機能が異なっている複数のこう半導体チップをこう基板の上で組み合わせるチップレットっていう、そういう微細化、細かくすること以外の技術開発も進んでます。うん、半導体ってこうそもそもこう膨大な数のですね、こう微細な回路を均一に加工するとか、あと不良品がないように作るとかですね、もうそもそも難しいんですね。うん、でなのでこう良い製品ができないと、これぶどまりの悪化って言いますけど、ロス率が高くなる、損失が増えちゃうので、コストが増えちゃって結果的にこうビジネスが成り立たなくなるみたいなことがあるので、とにかく精密な製品を正確に作るってことが重要なんですけど、そういった中でこのチップレットっていう技術が今注目されてるみたいですね。なるほど。そのなんかちょっと難しかったんでまとめたいんですけど、はい、大きい基板の上でこう回路をたくさんこう作り込むのが結構難しいから、一つ一つ小分けにしてそれを組み合わせるっていうことなんですかね。そうですね、小さなチップに分けて製造して、それを組み合わせて一つのパッケージにするっていう、もともと大きなものに、細かい作業をしていくよりは、小さく小さく作ってそれを組み合わせていくっていう、そういう考え方なんだと思います。それの方が失敗は少なくなるよっていうことですね。ってことですね。はい、はい、で現在こう量産されている、大量生産されている最先端の半導体は3ナノのレベルの製品になります。はい、また来ましたね、ナノ。10億分の1です。はい。はい、で、その世界最大の受託生産の会社、台湾の TSMC っていう会社ですね。これは熊本県に進出したことで注目されています。うん、とか、あと韓国のサムスン電子とかですね、アメリカのインテルですね。そういったところの名前がよく挙がります。で、この3社はですね、2025年までに2ナノのレベルの量産化を目指しています。見えないものをさらに見えないレベルで進化させるっていう、そういう話ですね。うん、でこの2ナノの製品っていうのは、先ほどお話した人工知能のサーバーだとか、あと自動運転
まあ、そういったものに使われるっていうふうに言われています。でじゃあここも今、台湾、韓国、アメリカの会社の名前が挙がりましたけど、日本の会社は今名前が出てきてません。そうですね。でこれなぜなのかっていうと、まあ、2000年代にですね、そういう微細化技術、まあ、細かくしていく技術の開発競争で日本企業は脱落しちゃいました。あら。でその結果、まあ韓国だとか台湾、アメリカの会社、まあ、アメリカはもともと半導体先行している会社、国ですけれども、そういったところが、まあ市場をこう占有している状態、市場シェアが高い状態になってます、はい、でじゃあ日本って今どうしてんのと、さっきあの経済安全保障上重要ですよねってお話をしたので、日本としても今官民挙げてやっていることがあります。でそこで今注目されている会社が2022年の8月に設立されたラピダスっていう会社です、はい、これも時々新聞で最近出てくると思います。そうですね、なんかトヨタとかが出資してるとか。そうですね、はい。でアメリカの IBM の技術供与を受けて2027年に、先ほどお話した2ナノの製品の量産化を目指しています。でこう半導体の進化のペースはですね、これまでこう1年半から2年で半導体素子の数が2倍になる、まあ、そういうのをムーアの法則なんて言うんですけど、そういうふうに呼ばれてきたんだけど、今は回路線幅がこう微細になるにつれてですね、もう物理的な限界もあるんじゃないのっていうぐらい、もう本当にミクロ、まあ、以下ですよ、ナノなので、ナノの世界の非常に細かい勝負をやっている、そういうことですね、うん、そこに また参入していこうっていうのが今の。そうですね、日本としてもう一度チャレンジして、まあ、しようとしているってことですかね。なるほど。でここまで聞いてきてやっぱ気になったのが、日本ってなんで脱落しちゃったのっていうところなんですけど、これが来週。そうですね、あの歴史的には日本がですね、覇権を握ってた時代があります、うん、あのそういったところも少し振り返りたいと思います。そうですね、なんか日の丸半導体でしたっけ。そうですね、これは日の丸半導体って言葉もよく新聞で、踊る言葉の一つなんですけど、まあ、その踊ってた時代と今なぜか違うのっていう、そういう話をしたいと思います。はい、今回はここまでです。